どうもこんにちは、高木です。今回チャンネル登録じゃねえ、チャンネル移行してやっとっていうか、新しいチャンネル作ったんで、その記念として今日はハードオフ、あ、行っちゃいけないから中古店行って、あとカプセルプラレールをめっちゃ買ってきたんで、まあ、それでも見せていこうかなと思っています。もう昔のロットなんで全然すんね。とりあえず、まあ、なんていうかな。今並べるんで、並べたら写真上から撮ると思います。ちょっと待ってください。ちょっと待って、違うロット買ってきてる可能性がある。いや、だいぶ違うぞ、これは。でもちょっと欲しかったから買った。いいんだけど。気になる商品がいくつかあったので買ってきましたということですね。こんな感じで、めっちゃ買ってきました。今回はこれを紹介していきたいと思うんですけど、今回買ったのは山手線が山手線が3両ですね。山手線の2枚合計3両と、後ろが1両ある感じですね。後ろの車両は別に模型、まあ違う、モーター用として挟んで、モーター、これ、ちょっと待って、挟み。モーターができればいいなと思ってるんですけど、モーターにするのはちょっとね、まあまあなんで、暇があったらやるって感じですかね。テープがガチガチなんで、とりあえずこれ、ちょっと傷がついてるんですけど、山手線の205系ですね。この205系は、屋根が、まあ見た通り、灰色に、しっかり薄い灰色と濃い灰色が分けられて塗ってあるんですよ。屋根のところですね。クーラーのところと。それに対して、その別のロットだと、ちょっと奥に固めてるので、後で直しますけど、屋根全体的に銀なんですよ。で、行き先も書いてなくて、まあ、さっきのやつ山手線って書いてあって、で、どっちも、最初に紹介した方は顔面埋まってます。横は通ってるんですけど、顔面が埋まってて。こっちは JR とは書いてない、近郊型電車とかいう体かな。で、横も前もスカスカです。で、それの先頭車両も買ってきました。どうしたらですね、走るかな、走りますね、OK ですね、うるさい。で、それで、1編成揃えるために、中間車も買ってきました。中間車です。で、中間車は、まあ、普通に、ちょっと窓でかいなと思うぐらいの、でかい窓に対して、昔の連結器ですね。屋根は、こんな感じで、パンダグラフがついております。で、これを、編成にすると、こうなりますね。こんな感じで1編成完成です。今日買いに行った時に、隣に京葉線の205も置いてあって、で、1両しか なかったんで買わなかったんですけど、行き先もしっかりそがって出てて、忙しかったですね。僕欲しいんですけど、まあお金ないんで、お金があったら買いに行こうかなって感じですね。で、次、この京葉線じゃない、京浜東北線の方ですね。京浜東北線の方は、さっきと同様に後ろの車両2個買ってるんで、モーターか、したいなとは思っております。僕まだ塗装なんて全然やったことないんでわかんないんですけど、で、これただ一つの問題はここへっこんでると思うのがへっこんでるのがわかると思うんですよ。へっこんでる中ちょっと色がおかしいとかね。で、こっちはへっこんでないんで普通なんですけど、まあそれ以外は特に変わりのない、ちょっとへっこんでる方が傷がついてるかなってぐらいの、まあ古い車両ですね。連結器はもちろん古い形です。これとあとはこの車両中間車ですね。もう一回205出してほしいって切実な願い。これまあ中間車。中間車は特に変わり映えのない、さっきのやつと色が違うだけだと思います。だから、これ自体も色が違うだけなんですけど。で、これ先頭車ですね。これをまあ連結させて、で、一個はモーター化するというさっきのノリですね。連結器が違う。
週刊誌だけなのかもしれないですけど、連結器がこのなんかピコって戻っているっていうか、あのそれ以外のやつはこうなってるじゃないですか、あのクイドサってなってるみたいになって、これだけなんかフックになってしっかり外れてるように、こっち続いてみます。それだけで、こう、あ、そうか、もう1両目と連結するためなのかな。で、こんな感じで、1両余るという感じですね。この3両編成です。あ、タッチした。で、次買ってきたのが、橋脚です。橋脚は、うちに持ってるんですけど、うちに持ってるやつは、新しいロットっていうか、新しいやつがほとんどなんで、古いやつもちょっと買ってきました。これ、くっついてる向きが違う。これ、うまく取らないと中で折れちゃうんですよ。あ、これ取れなくなったから売ってんのかな。嫌な音した。めっちゃ曲がった。曲がったけどいいや。ここはまあ後で瞬間接着剤かなんかで止めておきます。ということで、4つ、はい、うわ折れた、またこれ1個と、でもう2個で3、4、5、6と6個ありました。ちょっと待ってください。今外します。このレールを使えば下にも車両を走らせて上にも車両を走らせられる。でもただ一つの問題は、今のやつはこの横にガイドがついてるんですけど、これはついてないということで、1個前のロットってことになりますね。うわ、だいぶ硬いな。一つへし曲がっているのが多いですね。1、2、3、4、5、あ、でこれ6個あるということになりますね。でこの6個が、そう、それですね、必要になっております。で、ちょっと置いて、で最後のやつですね。でこれは一番ちょっと気になったのが、後ろに今説明書みたいなのも入ってるんですけど、ここに書いてあったカプセルプラレールの地下ライナー 特別レールセット、これめっちゃ今欲しくて、誰か持ってる人いたら欲しいって感じなんですけど、これ今売ってないんでね、これ見ただけおーって思うだらけです。あとはライトステーションっていうのがあって、ライトステーションもめちゃくちゃ欲しかったです。売ってて欲しかった。なんかライトステーション持ってる人いたらぜひコメント欄書いてください。めっちゃ欲しいんでくれたら嬉しいです。でここ次が橋ですね。兄弟のお兄さんの方も今橋を頑張って塗装しているらしいんですけども、この橋はですね、ここにこうくっつけるじゃないですか。嫌な音、ちょっとくっつか、あ、口だ。これくっつけるじゃないですか。でもこれ強度がちょっとあんま良くないらしくて、でここにあるこのやつを裏からポチッとはめると、そう、これはめると強度が頑丈になるというか、でこのなこの昔の動画の生放送、あのサメズまで歩く系の生放送で、ですよね、あの八ツ山橋踏切、京急線の踏切ですね、あそこみたいに緑の橋ができますね。この橋だとかどうか知らないですけど、緑色は結構僕も好きなんでね、この橋あったのは良かったと思います。はい、ということで、まあ、そのセットのところに入ってたやつを見ると、ね、あのファステック360S とかいう、なんかよくわかんないんですけど、まあ、この2車中間モーター車ってことで、これめちゃくちゃ、ね、いいですね。でしかもこのセットの中で、あの923系ドクターイエロー、これ全米車なんですよ。で新ロットの連結器持ってて、でこっちモーター車0系のやつなんですけど、フレッシュグリーンのモーター車で、ファーセックの方もモーター車で、ドクターイエローの昔のやつなのかな、これもモーター車なんですけど、でイーストアイがモーター車じゃないっていう、まあこの中で唯一あのしっかりとした新幹線って言ったら、まあ、0系 の, フ, リあの フ, レフレッシュグリーンとかやつ、これがいいと思うんですけど、まあそれは置いといてですね。この半分レールっていうのかな、この一直線の半分の大きさの半直線レールが欲しかったですね。新レール対応ポイントレールセット、これめちゃくちゃ欲しかったです。あとライトステーションっていうのもみんな持ってたらお願いしますって感じです。大撤去が今回あったやつですね。まあ裏にはざっと文字が書いてあってですね、今回作ったのはこちらです。こんな感じでね。
これ結構いいと思います。まあ車両を置いてみたらまあ分かると思うんですけど、あ、ちょっとこれじゃない、これでいいや、これ置いてみたら分かると思うんですけど、結構可愛らしい感じになると思うんですよね。こういう感じで、こういうのいいと思います。僕はこういうの好きなんでね、めちゃくちゃ集めてるんで、皆さん持っていたらよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりです。ビリビリ、これでちょっと並べるか。終わりにしてはもう雑すぎる終わり方になっちゃう。ちょっとなんかしないと。ということでね、今回は、その、中古店行って買ってきたんですけど、もしよかったら皆さん持っていたらって感じなんでお願いします。うん、うまい。これですね。これ。余り物っていうか。で、鉄橋ありの、橋脚ありの。橋脚なんか外れやすい橋脚があって、まあ、それは後で新着かなんかで止めていきたいと思います。今回のはこんな感じでした。じゃあご視聴ありがとうございました。11分長かったですけどすいません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントお願いします。バイバイ。